アウディイウカ市電は、ウクライナのアウディイカに、かつて存在した、路面電車。住宅地と郊外の工場を結ぶ、公共交通であったが、ウクライナ東部紛争の影響で2017年以降、運行を停止している。ドネツクから3キロメートルほど離れた場所に位置する、アウディイウカには、夜勤用コークスや化学製品を、主に生産する、アウディイカコークス工場が存在する。 ソビエト連邦時代の1960年に建設が始まり、1963年に創業を開始した。この工場は売園をはじめとする環境問題からアウディ以カ中心部や従業員が暮らす住宅地から離れた郊外に作られたため、住宅地と工場を結ぶ公共交通機関が必要となった。そこで導入されたのが高速かつ大量輸送が可能な路面電車の アウディユーカ市電である。1965年8月23日に住宅地と工場を結ぶ最初の路線が開通した後、1969年にはアウディユーカのネクラソバ通りへの延伸が行われ、1972年にも工場側の路線が拡張された。1986年にはアウディユーカに隣接したスパルタク村までの路線が開通し、 三つの系統による運行が行われるようになった。計画ではさらに、ドネツクへ路線を伸ばしドネツク市電と接続することになっていたが実現することはなかった。車両については、開業当初に軸車の KTM-2 と KTP-2 による二両編成が導入されたが、工場の拡張や発展による利用客の増加に対して輸送力が不足し、 ドネツィック市電からの譲渡車両で対応した。1977年以降は、大型ボギー車の KTM-5 が導入され、1980年までに、KTM-2 を含む、従来の車両はすべて置き換えられた。ソビエト連邦の崩壊後、2003年にスパルタク方面への路線が廃止されたことで、路線網は1986年以前の状態に戻り、以降は、 アウディー・ウカ中心部と工場を結ぶ二つの系統による運行が実施された。だが、ウクライナ騒乱以降勃発した、紛争の中でアウディー・ウカでも戦闘が勃発し、2014年にアウディー・ウカ市電の内ネクラそば通りと車庫を結ぶ区間は砲撃により破壊された。その後、安全確保や盗難防止のためこの区間の線路や施設は撤去され、 以降は残された路線での運行が実施されたが、2015年1月に車庫が砲撃を受け、送電の停止も要因となり、市電の運行は完全に停止した。その後、翌2016年に復旧の動きが起き始め、同年5月にディーゼルエンジンや発電機を搭載した KTM-5 を用いた試運転が実施された後、 撤去された河川を再度設置した上で10月1日に、車庫から工場の中央検問所までの区間での運行が再開した。だが、その後も続く。戦闘の影響で2017年1月に、市電は再度運行を停止し、同一区間をシャトルバスが走行していることもあり2020年時点でも再開の目途は立っていない。ありがとうございます。